ロジャー・ユージーン・マリスは、アメリカ合衆国ミネソタ州、ヒビング出身のプロ野球選手である。右投左打。1961年、それまで、ベーブ・ルースが34年間保持してきた、年間最多本塁打記録を破ったことで知られる。現在もアメリカンリーグ年間最多本塁打、記録保持者。ロジャー・ユージーン・マラズは、クロアチア移民の息子として、米国ミネソタ州ヒビングに生まれる。ノースダコタ州グランドフォークスで育った。彼は、同州、ファーゴのシャンリー高校に通い、野球をはじめとする様々な競技で才能を発揮していった。マリスは、早い時期から個性的な一面を有しており、オクラホマ大学にアメリカンフットボールの選手として、スカウトされた際もバスから降り大学側からの出迎えがないのを見ると、失望したマリスはファーゴに帰ってしまった。1957年にクリーブランド・インディアンスでメジャーデビュー。翌年カンザスシティアスレチックスにトレードされ、1959年に虫垂手術で45試合欠場するものの、自身初の MLB オールスターゲーム出場を果たす。同年12月、7人もの選手とのトレードで、ニューヨークヤンキースに移籍。当時のアスレチックスは、実力選手を頻繁にヤンキースにトレードに出すことで、知られ、マリスも例外ではなかった。ヤンキースでの初めてのシーズンであった1960年はニューヨーク特有の辛辣なメディアからのプレッシャーをよそに大活躍の年となった。長打率、打点、長打でリーグ1位に輝き、本塁打数でも同僚のミッキー・マントルに1本差で続く2位であった。素晴らしい守備も評価され、ゴールドグラブ賞も受賞。同年のアメリカンリーグ MVP に輝いた。1961年、アメリカンリーグは、新規球団の加盟を認可し、それまでの8球団から10球団に増えた。これにより結果的に、リーグ全体の投手の質は低下し、ヤンキースの本塁打数は、記録的なペースで積み上げられていった。この年に撮られた有名な写真は、ミッキー・マントル、マリス、ヨギ・ベラら6人のヤンキース選手を並べたもので、最終的には、この6人合計で207本もの本塁打を打った打線は殺人打線として他球団の投手陣から恐れられた。マリスがシーズン初本塁打を放った4月27日に MM 法の一方である4番打者マントルはすでに7本を記録していたが5月半ばにマリスが12試合で9本打ってから2人の本塁打競争は激化した。シーズンも半ばに入ると6人の中でも、マリスかマントル、あるいは両者が、ルースの34年間保持してきた、年間最多本塁打記録を更新することは確実な、情勢になってきていた。好意を持って報じられたマーク・マグワイアと、サミー・ソーサによる1998年の、シーズン最多本塁打記録争いとは異なり、当時のスポーツ記者は二人の不仲を騒ぎ立てるような記事を多く書き立てていった。ルースの記録はニューヨークの保守的記者にしてみればまさに聖域であった。また、その他にも当時のメディアは生え抜きで記者との関係も良好だったマントルを応援する風潮になっていたのに、対しマリスは外様であり無口だったため、真のヤンキースの一員ではないなどの批判にさらされ、悪者扱いする人たちも少なからずいた。また、マリスの本塁打は、ヤンキースタジアムに、おあつらえ向きのフェンスギリギリの低いライナーの当たりが多かったこと、また打率が2割7分前後と平凡だったことで、ルースの記録を破るにふさわしい人物ではないとの評判もあった。そんなマリスを、さらに逆風が襲う。ルースの時代では154試合で60本を達成したのに、対、マリスの時には、現行の162試合制であったことから、ルースのゴーストライターで当時 MLB コミッショナーを務めていたフォード・フリックは、ルースの記録をマリスが154試合以内で破らない限り両者の記録は併記され、参考記録扱いになると発表した。その他にも、自打者がマントルであるため敬遠されることが少ないので、ルースより有利な条件だという理由で、たとえマリスがルースの記録を数字の上で破っても、その記録は認めるべきでない、という意見もあったが、いずれも、ルースの記録を不可侵なものと認識する、保守的なファンの苦しいこじつけであった。40号、50号をマントルよりも早く達成し、迎えた154試合目の9月20日に59号を放つものの60号は打てず、9月26日に60号を記録した。10月1日にヤンキースタジアムでのシーズン最終戦対ボストンレッドソックス4回裏にトレーシー・スタラードから第61号本塁打を放ち、記録更新を達成。しかし、この時の記憶は彼にとって決して好ましいものとはならなかった。記録達成が近づいた頃からは、ホーム球場で本塁打を打っても地元ファンからブーイングを受けるという、前代未聞の屈辱と苦しみを受けさせられることとなった。後年インタビューでマリスはまるで自分が悪いことをやっているかのように報じられ、大変なストレスが溜まったと述べている。また、他のインタビューでは、記録を破るどころか近づかない方が良かったのかもしれないとも語っている。当時のヤンキースファンは、本塁打を打つたびに明るく生還して、大拍手のマントルを、善玉。ニコリともしないマリスを悪玉として扱っていた。この1961年に初めて MM 法という言葉も生まれている。同年は本塁打、打点の2冠王に輝き、2年連続となるアメリカンリーグ MVP を受賞。右、ジョン・ F ・ケネディ大統領のためにボールにサインをするマリス1962年に4年連続、そして最後となるオールスター出場を果たす。本塁打記録のイメージが強いため彼の守備能力は軽視されがちだが、同年のワールドシリーズ最終戦9回では、同点敵地打を防ぐ強肩ぶりを発揮しヤンキースの世界一に貢献する。しかし、怪我がマリスの野球人生を以後4年間にわたって停滞させる。特に医者の診断ミスにより手の中の骨折が判明した際は1965年シーズンのほとんどを棒に振る結果となってしまった。また、その2年前に全国放送されていたミネアポリスでの試合でトンネルをした後に矢じる観客に向け中指を立て、悪いイメージを米国中に植え付けてしまった。結局マリスは1966年シーズン終了後にヤンキースを去らざるを得なくなり、追われるようにセントルイスカージナルスにトレードされた。だが、愚直とも言われる、中西部気質のマリスは都会にいた時とは異なり、セントルイスのファンに温かく受け入れられた。マリスも、ニューヨーク？あんな嫌なところはなかった。この街は最高にいいよと語っている。現役最後の2年間を、セントルイスで過ごしたマリスは1967年と1968年の、カージナルスのナショナルリーグ制覇に貢献し、そのうちの1967年には、プレーオフで打率385を記録し、ワールドシリーズ制覇も達成。それらに感動した球団オーナーでビール会社、アンハイザー・ブッシュのオーナーでもあったグッシー・ブッシュは、マリスに引退後ビール配送業者としての第二の人生を斡旋した。1968年8月7日にこのシーズン、限りで引退することを表明した。8月30日から9月1日までの対、ニューヨークメッツ3連戦でカージナルスは、シェイスタジアムに乗り込んだ。マリスは、初めの2試合には出場したが、9月1日の試合には、相手が右投手だったにもかかわらず、出場しなかった。英雄、マリスのニューヨーク最後の試合と、電光掲示板が盛り立てている中で、マリスは、ダッグアウトの一番端に座って、フィールドを見つめたまま。このことについて、伊藤和夫は、マリス自身の口からよく、俺は、ニューヨークが大嫌いだと聞かされていたので、そのニューヨークに対する抵抗だったのではないかと、推測している。マリスのヤンキース在籍時の背番号、9。ニューヨークヤンキースの永久欠番に1984年、指定。マリスは1983年に悪性リンパ腫と診断され、これをきっかけにがんの研究治療費の寄付を目的とした毎年恒例、ロジャー・マリス有名人ゴルフ大会を立ち上げていた。古巣ヤンキースは1984年7月21日に、マリスのヤンキース在籍時の背番号9を永久欠番に指定し、ヤンキースタジアム左翼スタンド後方にあるモニュメントパークにマリスの業績を称えるレリーフを設置。そこには名選手であり、大リーグの歴史の中に最も印象深い賞の一つを刻んだ筆者との文字が書かれている。この欠番表彰式では、マリス自身は前述の主要の闘病生活を送っていた最中での出場だった。翌1985年12月14日にヒューストンで死去。51歳没。1974年から1988年まで資格喪失となる15年目まで連続で得票率 5% 以上をキープしてアメリカ野球殿堂の候補に上がったが、最高は1988年の 43.1% で選出ラインとなる 75% を超えることができなかった。1991年にマリスのシーズン61本塁打は公式記録に変更され、1998年に更新されるまでマリスの記録のみが記載され、彼の死後、2001年にはマリスとマントルの本塁打記録への挑戦を描いた映画61が公開。その中にはマリスが実際受けた嫌がらせの数々や、ストレスによる抜け毛が描写されている。マリス役は、バリー・ペッパー。2005年、マリスを超える61本塁打以上を放った3選手に、アナボリックステロイド使用疑惑が浮上した際、ノースダコタ州議会は、マリスの記録が正当な記録であると迫る文書を、MLB 機構に送った。現在でも、正当なシーズン本塁打記録は、マリスの61本だと信じるファンも多い。ファーゴにあるロジャー・マリス博物館。ありがとうございます。